名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ。さあここからは名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の在学生卒業生をお迎えし全力で応援していく5分間です。今日は名古屋外国語大学に通うみゆさんを迎えしております。よろしくお願いいたします。お願いします。みゆさんはシンガーソングライターとしても活動されていて、はい、なんと今年の栄スプリングにも出演されてました。お世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございますめちゃめちゃ楽しかったですね。え、はい、その音楽のお話も聞きたいんですけれども、はい、みゆさんは名古屋外国語大学に通っていらっしゃるということで、そもそも名古屋外大を選んだ理由から聞いてもいいですか？はい、私は今でも定期的に TikTok ライブとかをしてて、うん、ファンの人たちとコミュニケーションを取るのがすごく好きなので、うんうん、外大に少人数授業があるっていうのを聞いて、はいはい、うん、それが選んだきっかけですね。大きなきっかけです。なるほど、はい、そっか、いろんな人とコミュニケーションを取るから。そうなんですよ。いろんな言語でコミュニケーションを取りたかったってことですか？そうですね、それもそうだし、うん、ランダムでグループ分けもあって、うん、なんか普段学校に行くだけじゃ話さないことかとも話すことができるので、うんうん、すごく楽しい授業だなって思います。なるほど、はい、そうやっていろんな人とコミュニケーションを取るっていうことがもともと好きだったし、そうですね、そういう授業があるんだったら楽しそうみたいな理由で選ばれたわけですね、はい、そうです。授業だったり課題、それと音楽活動との両立っていうのはどうですか？いや、課題、まあ、大変だなって思うこともめちゃくちゃあるんですけど、うん、でもなんかそれこそなんか充実してるなっていうのがすごい実感できて、うん、すごい楽しいです。なんか授業で学んだ語学力とかを曲作りに生かすようにもしてます、うん、そっか、はい、言葉だから。そうですね、音楽も言葉っていうのをたくさん使っていくし、はいはい、いろんな言葉に触れたり文化に触れたりだとかすると、うんうんうん、いろんな人の考え方もわかるじゃないですか、はい、そうするとより音楽作る時にも活かせるんじゃないですか？そうですね、なんかポンって友達が言った言葉とかでも、うん、あ、その言葉いいみたいなあったりするので、友達の言葉からきっかけで、はい、もうすぐメモって曲ができる。そっか、授業も学校にいるみんなとの関係でもできていく曲があるわけですね。そうですね、素敵です。そんなみゆさんですが、名古屋外国語大学の CM ソング Believe も歌ってらっしゃいます、はい、周りの方の反応いかがですか？あの大学の友達がすっごい気に入ってくれてて、うん、なんか毎朝あの YouTube に載ってるんですけど、それ聞きながら投稿してるって言ってました。うん、うん、すごい身近な友達にそうやって言ってもらえるってすごく嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しい。ちょっと恥ずかしいけど嬉しい恥ずかしい気持ちもやっぱりちょっとあるんだ、はい、ちょっとだけあります。この Believe という曲、どんな思いを込めて作ったんでしょう？そうですね、学ぶことの全ては、うん、学んでるあなた自身の自信にすごくつながってるよって気持ちと、うん、自分の前に道を作れるのは自分自身だけ、うん、で自分を信じて前に進んでいってほしいなって思いを込めて作りました。これはじゃあもう本当みゆさん自身が名古屋外大に入っていろいろ学んだり思ったことみたいなのが詰まってる曲でもあるわけですね。はい、そうです。素敵、ぜひたくさんの方に聞いてほしいですね。はい、そうですね、あの私の誕生日である8月30日に、うん、あの Believe も入った CD をね、あの発売することになったので。お誕生日に、はい、めでたすぎる、はい、20歳そっか、そこで二十歳になるのか。そうなんですよ。ちょっと早いけどおめでとうございます。ありがとうございます。記念すべき二十歳のお誕生日に CD がリリース。はい、そうです。なのでぜひいっぱい聴いてほしいなと思います。気になった方はぜひあのみゆさんで検索してもらうと、そちらの詳しい情報も出てくるかなと思いますので、はい、皆さんチェックをよろしくお願いいたします。お願いします。名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ、今日は名古屋外国語大学に通うみゆさんにお話を伺いました。みゆさん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあここで名古屋外国語大学からのお知らせです。名古屋外大は留学に強い。留学費用全額支援制度では海外へ挑戦したい学生をサポート。一定の基準を満たせば授業料や渡航費、居住費、保険料、ビザ申請料を大学が負担。返還は不要で対象人数の制限もありません。2022年度は
373名が長期留学へ出発し、およそ 95% がこの制度を活用しました。詳しくは名古屋外国語大学受験生サイトをチェック。